そこな。殿は逃げんな。あんた、もしかしてビリケンさんか？誰や、あんちゃん。俺は真島五郎っちゅうもんや。俺はどうしても奴に会うて、聞かなあかんことがあるんや。おめえは西谷のなんや。ダチか。俺はダチあらへん。西谷の敵や。バリッバリの敵や。敵と名乗るやつをは。ダチって嘘ついたとこで、あんた見破るやろ。西谷は用心深いやつや。嘘も見破れんでかを窓口にするはずがない。正直に言うたら、あんたも一手間省けるやろしな。潔んやな。せやけど、それだけで、よし案内したろ、とはいかへんで。わかっとる。なんぼ渡せばええんや。いややな。今の時代、みんな金で収めようとしよう。どないしたらいい。まじま言うたな。ちょっと一杯付き合うてくれるか。ちょうどええとこに、ほら、船も来たしな。屋形船？お座敷遊びでもするんか？だって乗ったらいいんや。西谷に繋いでほしいんやろ。真島雄太な。お前、西谷のなんや。
さっきも言うたやろ、敵やって酔っ払っとんのか。敵にもいろいろあるやろ。いろいろ？ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えばダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会うたばかりや。あいつのことはよう知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか？古いもなんもあいつがガキん頃から知っとるわ。ほう。西谷はどんなガキやったんや？万引きのうまい赤ちゃんでな、幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、中学生で車嵐、そんなガキやったな。なんや、想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか？人を刺して殺したんが奴が高校の時やったな。えらい飛び級やな。せやけどデカのあんたがなんでそないな奴の窓口なんかしとるんや？何や。おい、どないなっとるんや。遊びに付き合い言うたやろ。どこへ行くんや。三途の川底や。三途の川底？なんやここは。何の目的か、戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。あんたが？まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが、知ってる人間はここを三途の川底て呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うてもここは罪人の処分場なんやからな。世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できんかった殺人鬼、政治の都合で公にできんテロリスト、世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるん？この闘技場で1年間叩こうたら茶場に戻したるっちゅうだ。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうが、あえて殺そうが構わん。そしたら死に物狂いで戦うやろ。けど、どんな奴でも毎日戦わせてみ、まず1年は持たん。罪人同士で死刑を執行させようてるわけか。ゲス。罪の償いと世の平和のためや。ほな、この観客は何やねん。命かけた本物の殴り合いなんてなかなか見れるもんやない。どんなもんでも珍しいもんには大きな金が動くってもんや。何が罪の償いや。金もんや。めったなこと言うもんやあらへん。
しがない刑事のささやかな副業や。で、俺をここに連れてきたのはなんでや。実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな、勝負がマンネリ化しとる。そうなりゃ賭博の上がりも寂しなる。いやお前さんが試合盛り上げてくれたら、手こ入れになるやろな。俺に出場せよか。何も1年間戦えようんやない。ほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええん。そしたら留置場の西谷にも合わせたんで。あんたみたいなクソなデカ、めったにお目にかかれるもんちゃうな。せやけど、この胸クソの悪さをリングの上で晴らしてきたるわ。へへ、ええ返事や。そん代わり3人勝ち抜いたら必ず西谷に合わせるんやで。ああ、約束してある。ほんなら、お前がリングに上がるよう手続きしてきたる。ああ。そうか。さあ、それでは次の対戦を発表いたしましょう。皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼、ジンジャー・チャップマン。ジンジャーチャップマン。対する挑戦者は、本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新星、罪状は謎に包まれた石岩の男、マジマーゴロー VERSUS ゴロー。マジマー、さあ、時間無制限、ルールなし、レディーファイト。石岩の罪人、マジマゴローがデビュー戦でまさかの大勝利だ。これは次の試合にも期待がかかります。それでは早速参りましょう。次に登場するのはこの男、患者を自然死に見せかけ殺していった快楽殺人医、ドクターキリヒト。ドクターキリヒト。マジマゴロー、果たして2連勝なるか。
さあ、時間無制限、ルールなし。レディファイト。会場は興奮のるつぼと化しています。しかし謎のルーキーの快進撃も残念ながらここまでかもしれません。そう、次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー。さあ、サンズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。時間無制限、ルールなし。 It's showtime。
決まった。今ここに新たな伝説が誕生しました。その名はマジマゴローだ。Congratulations, Goro, Majima!いい腕やな。こないに盛り上がったん久しぶりや。どや、今度からちょいちょいリング温めてくれへんか。金は払うで。俺は高いで。いややな、お金の話ばっかり。そないなことより言われた通り参照したいん。あんたの約束を守ってもらうと。分かっとる。ついてき。しかし、汚い川の底に穴いなもんがあるとはな。汚いもんがいろいろ隠してくるとんや。水底なんか見えん方がええ。ああ、みんなが見たない現実を汚いもんが隠してくれとるんや。ん、昔この川に女子高生の死体が上がってな。かわいそうに。顔は見る影もないほど殴られて、体はナイフでめった刺しや。外車は片親でな、親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やった。せやけど必死の捜査も虚しく、犯人はなかなか捕まらん。むごい話やな。1年かかってようやく犯人を突き止めたが、親父さんは一層どん底に落ちた。なんで？犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩きよる。事件なんて知らん顔でな。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？耐えられんの。ぶち殺したくなるやろな。せやな。で、そのガキはめった刺しにされて殺されたんや。じゃあ親父さんが？じゃあ殺したんは当時高校生やった西谷や。西谷が？西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。知っとったんやろな、親父さんが苦しんでんの。下道に生まれついた人間には下道にしかできん役割があんのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それから三途の川底を作り、今じゃ西谷の窓口になっとるっちゅう話や。な、ってことはあんたが？さあ行くで。そや、今から留置場に案内してあるけど、お前の方の準備はできとるんか？ああ、もう大丈夫や。早いとこ西谷に会わせてもらおうやないか。よっしゃ、ほな行こうか。お疲れ様です、ビリケンさん。おう、ごっつい互角人捕まえてきたで。
入れたってくれ。あれ、いつもより多いんやないですか。気にしな。あんたんとこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな、楽しんでこいや。世話になったな。西谷の英たちになりそうやな。奥で茶でも入れますよ。おい西谷。万引きでもしたんか。お前に会いに来たんや西谷。ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島君に会いたい思っとったとこなんやで。はあ、お前が俺に何の用や。この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。あ、せやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。アーセント真島くん、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でも蹴りつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで、途中で雨天中止になったら選手のエプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん。あの喧嘩はまだ1回表やで。わしゃ何としてももう一度殴りようって楽しみたんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようで来たんとちゃう。ん？誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。誠さらったんは白いスーツの見たこともない男や。お前の仲間やないんか。わしにそないな友達はおらんで。なんやて。せやけど予想はつく。わしでも真島君でもない第三の勢力や。第三の勢力？一体何もんや。まあわしは大方目星ついとるけどな。知っとるんか、誰なんや。あの西谷さん、これ。ああ、そうや、酒買うてきてくれるか。せっかくの来客や、ええ酒頼むで。わかりました、ちょっと待っとってください。何なっとんねん、ここは。
わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。本当もそうちゃうか。あ？せやけど、ここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと？拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったら備えなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、誠をさらった第三の勢力は何もいいや。そやな、真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれ巻いてやもんな。教えてあげようかな。けどどないしようかな。おとなしくはかんと今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとはし、ごっつい期待してしまうで。真島くん、この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんよな、安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固まってしまうや。もう我慢でけへん。変わったやつやな。お望み通りとことんしばき倒したるわ。Yeah!
さすがや、わしますます真島君に惚れてもうた。あんたほんまにおもろいやつやな。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えばええ仲になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えたんや。最高にええ出会い方やで。なんや、急に真っ当なこと言いよって。ほな聞かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ真島君、佐川のおっさんを裏切ってわしと組まへんか。ああ、マコトちゃんを狙う第三の勢力は日教連中集団や。日教連？東上界の直系組織や。東上界直系？アホな、日教連なんて聞いたことないで。そりゃそうや。表向きには東上界の大門を掲げとらん裏の組織や。マコトちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁、世良勝や。
セラ・マサル。数日前にセラが日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしやマコトちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。なんで東城会の勢力が二つもマコト狙っとんの。二つ。俺にマコトを殺すように命令出したんは島野の親父や。島野っちゅうと東城会の島野か。なあ、セラも島野も東城会。ほんなら東城会ついでや、わしも教えたる。あ？わしの雇い主は堂島組の渋沢っちゅう若頭補佐や。堂島組？せや、これまた東城会の直系や。セラの日教連、お前に命令下した島野組、ほんで堂島組、三つ全部東城会や。一体どういうことや。なんでやろな。ま、東城会の内輪揉めなんかわしには関係あらへんことやけどな。日教連が隠れてる場所は分かっとんのか。ちゃんと調べ上げとるで。どこや。知ってどないする気や。まこと取り返しに行くに決まっとるや。無理や。あ？真島君が強いはよう分かった。せやけど一人でどないかなるほど甘ないで。日教連は何やと。東城会の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながらアメリカの CIA、 ソ連の KGB 言うたところやな。せやけどわしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。それにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあんで。ない。佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもわしは殺しやなくて柄を抑えて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川を裏切ってわしと組めばとりあえず誠ちゃんを殺すはめにはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたらそのままおとなしく日教連に預けとくわ。せやけど誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんようになってな。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任や。極道の食い物にはさせん。残念やな。お前みたいな男ともっと早く出会わんかったが、ほんまに残念や。なんや急に。なんやろな、わしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ。日教連が潜んどるな、椿園の中や。椿園。まあ、いや、こっち住んだって椿園も行ったことないんか。脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんの。でなんや、その椿園ちゅうのは。椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。日教連はそん中の弁天屋って店にアジト構えとる。誠ちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街。ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したる。ついでに一緒に暴れたる。ええんか。俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。
そんな話や日記オレンから誠ちゃん取り返した後や。さあ真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。さてほんなら楽しいお遊びに出かけますか。おいおまるさん、出してチェックアウトや。真島君も一緒に出るで。なや、誰もおらんのかい。しゃあないな。勝手に出るで。おっちゃん、逃げや。西谷。なやねんな。おっちゃん。お前。ビリケンさんには用してもろたんですがね。娘が大学行きたいなんていうもんでして。ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。あんたら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか。誰にや。感じやないかい。にしたな。昔おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら罰当たんな。なあおっちゃん、真島君、わしはこのアホンドラと肩をつける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ。思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早う死ぬんや。なら後先考えんと自分の道前に進めや。何言うとるんや。さっさとくたばらんかい。まこと中女生かした責任きっちり取ったらんかい。行けや真島。許してくれ。頼む。